で、先輩がなんか車ベンツ廃車にさせちゃったって。スピード出してるどうせ。多分。わが物顔で運転してるからさ。どうせ高速道路の追い越し車線じゃないの事故ったの。わかんないけど。だって大体事故ってそこ少ないしかないじゃん。まあでも廃車だから相当なんだ。って名前気取ってるくせにはさ、クソマジよな。何？松屋って名前気取ってるくせにクソマジよな。そうなんだ、絶対美味しくなくなった気がする。昔の方が良かった。でもここで食中毒を起こしたからあんま好きじゃない。いや、本当に美味しくないもん。一生の手に、女の手に顔忘れて。生っぽいって言ったら、いや生っぽいじゃんって、中見せて赤くなってる、うん、生焼けっていうのに自分通りやるって言ったら、さすがにマニュアル通りのほどがあるんだよって。それで店員と揉めたから、なんか焼き加減のことなんかね書いてあったしな、店にそういう告知じゃないけど、なんかしてあったし、うん、保健所に行ってたらもう一発アウトだったじゃない、はい、間違いなくその日の夜、食中毒になったの。入った。うん、下痢と嘔吐だって、やば。まあ軽度だったけどね、救急車呼ばないで済んだし、苦しかったけど、家で、ね、あの約束ですよ、疲れんだよ俺。ほんま行かねえからなかなか。あのね、男の人も一応ねやっていただかないと僕気が済まないニュース感はあかんよ。一番端っこ食べるの大変そうだね。水たまりかいらないレベル高いね。かわいそう。きついな。明日どうするの？どこ行く？今日朝どこ行く？まあ箱根ですか？なんかね、そうか、好きだな、箱根な。一旦帰るんでしょ？車中泊はしないでしょ？しないよ、うん、はいはい、帰れるんだったら帰る、うん、帰らないんだったら車中泊してもいいけど、うん、まあ、不器用な犬だな。どこ行っちゃうの？はい、行ったね。なになに、なになに、俺のこと好きなのか、しょうがねえな。
関取りを病院でちゃんとしてもらう、うん、3万、約3万くらい保険効かない3万です、うん、関取り麻酔とか入るけど、さすがに、うん、ちょっと収益増やすんで麻酔なしでやると犬がトラウマになるって言ってたし、うん、そもそも今麻酔なしでやる歯石取りは推奨してないって言ってた。すげえ端っこ寄りすぎじゃん。ぶつけていいなら別にいいけど。今の状態なら10分ぐらいで終わるって言ってたし。すごいね。歯石取りだからそこまでひどくない。一応ちゃんと磨いてるから、ただやっぱ奥とかがやりづらいところはやっぱり綺麗になってないって、うん、まあ大体の飼い主さんがやっぱそうだっつってた。あの人優しいやな、うん、あの高松奈々さんみたいな人でしょ。高松奈々さんとか知らないけど、あのカッパの方でしょ。ああそうだ、この先生だね。親睦できないんだから、あったーって。よし、今日準備できちゃった大丈夫。アングルの子は、ね、止まってくれるからな、お互いな、変な話。あの子可愛いから止めてあげた。あれは、あれより下だと、あの本当に止まんないで飛び出しちゃうからね。僕じゃあ、ルリコンちゃんですからね。変なブレーキをする。大丈夫？あ、大丈夫。もう止まるって分かってた。じゃんとかって言うんですか。それ言えばいいじゃん。1って言ったじゃないですか。言ったんだよ、うん、じゃあ聞けよとか言うんだよ。はぁと思って聞けよ、うん、いや1ってあんたが言ったら聞けよじゃなくないですか。聞けよって聞くとさ、お前2って言ってんじゃねえとかって言うから、まずいかよとか。